テレビマガジン、じゃん、買ってきました。今回ね、テレビマガジンがこちらのウルトラマンアークのね、キューブがいち早くね、手に入るっていうところでですね、買ってきたんですけど、今1800円するんですね。びっくりしちゃったー。ああ、どうしよう。買おうと思って本屋さん来たけど、どうしよう。まあでもね、ウルトラマンアーク大登場、テルマガだけのオリジナルイラスト、まあなんて言われたらさ、まあ買わざるを得ないじゃないですか。だからね、買っちゃった。そしてこちらがじゃーんと、ウルトラマンアークキューブテレバガバージョンっていうですね、こういった箱に入ってるんですけど、立派なね、箱に入ってるから高級感もありますよね。オリジナルイラスト&音声共に戦おうなんてね、書いてありますね。このアークアイソードを持ってるアークと、まあこれから来るね、アークアライザーと、ね、一緒に遊べるよっていうところでね、これはね、まあワクワクしますよね。もう放送までもう幾日しかないからさ、もういくつ寝るとだからさ、全然あともうちょっとでね、手に入るんだけど、やっぱいち早くね、アークキューブ手に入るっつったらね、欲しくなりますよね。どんなもんなんだろうって触ってみたくなりますよね、単純にね。本体がこちらとなります。じゃーん、ちょうどいい感じだね。なんかこう手に収まるぐらいのいい感じのサイズ感で、よいしょ。ソフビのウルトラマンアーク横に置くと、まあこれぐらい、そこまで大きくないから、ちっちゃい子とかだったらまあ片手で握れるぐらいでしょ。大人だったらまあね、お手で包めるぐらいの大きさって言ったらいいのかな。サイズ感的にはかなりすごくちょうどいいですね。大きすぎず小さすぎず。ただあとこの今回イラストが、いや今回ね、イラストずるいよかっこいいんだよね今回ね。で今回このテレマガ限定はアークアライザーを構えたウルトラマンアークこういるんだけど、こうみんなさ、左をこうガッと見てるっていうかな、このね、斜めのね、お顔がね、めちゃくちゃいいんですよね。で、こう、ラメがね、こう入ってるんですよ。ラメが。わかるかな？で、目の部分とか、ビームランプとかが、ちょっとこう、テラテラね、光るんだよね。これもね、すごくかっこいいですし、光とかね、当ててあげるとね、このラメがより際立って、かっこいいんじゃないかな？どうかな？どうでしょうか？かっこいいよね。で、テレビマガジンってね、まあ、ロゴも入ってて、きっと特別な音声が入ってるんでしょうし、まあ、このイラストはね、まあ、言った通り、テレマガオリジナルですから、あとで買っとけばよかったなぁ、なんてね、言ってももう、ちょっと買いにくくなっちゃいますから、まあ、買ってよかったかなぁ。よいしょ。右側にはボタンがあって、ここね、押せるんだけど、いわゆる食玩ガシャポン仕様っていうところで、音はね、単体で鳴らないんだよね。デラックス版だと単体で音が鳴るから、もうちょっと楽しいと思うんだけど、ガシャポン、食玩、あとはこういった付録系は、単品では音は鳴らないので、アークアライザーを通して、まあ音を鳴らすっていう形になるのかな、なんて思います。ただ、なかなかね、やっぱね、イラストがね、すごくかっこいいので、これを持つだけのやっぱ所有感っていうのはかなり高まるかな、っていうふうに思いますね。で、反対側が、まあ、ナンバリングになると思うんですけど、これに関しては EX っていうところですね。これからね、何個増えていくんでしょうかね。はい、そしてキューブ型になっていて、ここが音声認識のピンですね。まあ、いわゆるよくデラックスでよくあるね。まあ、レーンがあって、ここにピンがあって、まあ、ここで認識するっていうところなんでしょうけれども、まあ、いつもの流れですね。うん。特に変わったところはないです。上面がこうバッテンになってて、ちょっとこうクリアっぽくなってて、この辺もおしゃれですね。後ろ側がこんな感じで。まあネジがあってパカッと外して。まあデラックス版だから電池交換とかここでやるのかな。あとは、やっぱこう四角いキューブ型なんで、飾りやすいですね。うん。なんならね、上にこう重ねていってもいいかもしれないし、もちろんね、横バーって並べるのもかっこいいと思うし、結構ね、飾りやすいですよ。うん。丸いものだとやっぱりね、
どうやってかざどうかなとか、安定しないとかなっちゃうから、こういうね、四角い形はね、非常に安定するので、飾りやすいなっていうところで、この辺オタク的にはかなりありがたいなという所存でございます。まあ、そんな、テレビマガジン、中身はどんなことが書いてあるのか、あー、ウルトラマンアークのお面もついてるわ。あとは、ウルトラマンアークのいろんな情報が載ってますね。あー、第1話のシャゴンとか、いろんな戦い。あー、このね、ディゲロスってやつかっこいいんだよな。ディゲロス、モノゲロス。なるほど、デザインの違いがよく確認できる。あ、アークのページ終わっちゃった。あとは、まあ、仮面ライダー、スーパー戦隊。他にも、なんか、恐竜とか、いっぱい載ってるので、なんか、いろんなものが載ってるぞーって感じですな。テレビマガジンを買いに行った帰りに、ついでにガチャガチャコーナーを寄ったら、まあ、こんなものがありまして、結構ね、前に出たやつなんだけど、ウルトラ怪獣消しゴムネオ3っていうところで、これがですね、ラインナップがすごくて、まあ、安納秀明のウルトラマン、帰ってきたウルトラマンとかがラインナップされてるんで、欲しいなと思ってたんですけど、忘れた頃にあったんですよ。んで、もう、たかが外れちゃって、これも回してきちゃったんですよね。パー、パパパパー、プシュー。安納秀明ウルトラマン出ました。2回で出ました。はい、ということでね、ラインナップの、ウルトラマン大根フィルム版のですね、帰ってきたウルトラマンと、怪獣バグジュエル、そしてマッパーローの大根フィルム版でございます。すごいよね。公式のグッズで出ちゃうんだよ。すごいよね。しかも、くしくもね、ちょうど帰ってきたウルトラマンをオマージュしているウルトラマンアークと、安野秀明の帰ってきたウルトラマンというところですね。ちょうどこう、帰ってきたウルトラマンつながりというですね、ちょっとこのニヤニヤするラインナップ。まあ、安野秀明さんのウルトラマンが立体化されることってたまにはあるんだけど、こっちよね、バグジュエルね。これが立体化されることってまあないから、これはね、かなりレアですよね。あとは、このね、マットアローですよね。帰ってきたウルトラマンに登場したマットアローとはかなりこうデザインが違っていて、結構この辺も科学的にどういう風に飛ぶことができるのかとか、ウルトラマンの身長差と、戦闘機はどれぐらいのサイズ感がいいのかみたいなところをかなり綿密に設定練られて作ってるんでしたよね。こちらね、Amazon プライムでね、確認することができますから、安野秀明さんたちが作った、大根フィルム版帰ってきたウルトラマンもね、見ることができるんですけど、Amazon プライムで配信されるってすごいですよね。そして、こちらがね、安野さんの変身したウルトラマンなんですけど、どうでしょうか。いや、このね、ジャージで、消しゴムで、わかりにくいと思うんだけど、ちゃんとこのジャージ感が出てて、顔がね、ちゃんと安野さんの顔なんですよね。すごいね。ちゃんとこういうところでね、しっかりと、ね、作られていて。これはね、ニヤニヤしちゃいますね。新仮面ライダー、新ゴジラ、新ウルトラマン、シエバーで飾ってるゾーンがあるので、ちょっとそこにね、飾りたいななんてね、思いますね。いやー、嬉しいなー。ちょっとね、ずっと欲しかったんでね、これやっとゲットすることができて、嬉しいです。ちなみに、背面はこんな感じで。ちゃんと背面もね、こうちょっとモールドが入っていて、細かいですね。この髪の毛の感じとかね、めちゃくちゃ細かいですね。はい。同じね、ちょっとこう、帰ってきたウルトラマンイズムを継承したウルトラマンアークを見て、まあ、ちょっとどういった感想を抱いてるのか、若干聞いてみたい気もするし、まあ、どうなんだろう。ちょっとこう、ね、面白そうだなっていうところはありますよね。うん。ちなみに1回目はこちらが出ました。全然成人と、ウルトラマン80のダイナマイトボールとグローブスクでございます。グローブが怪獣になっちゃった、なんつってね、いう怪獣ですけど。なかなかこちらもね、奇抜なデザインをしていて、めちゃくちゃ面白い怪獣なんですけど、片や弁前星人もね、ウルトラマンゼアスに登場しない劇場版のね、まあ、宇宙人ですけど、まあ一番目を引くのはこっちだね。やっぱ80ですよね。ダイナマイトボールの何とも言えないお顔をしっかりと再現してるところが非常にポイントが高いと思います。ね、めちゃくちゃね、ちっちゃいんですけどね。すごくいい顔してるでしょ。このダイナマイトボールのウルトラマン80、未だにこの人形が残ってるっていうのがね、すごいですよね。ちゃんと撮影で使ったあの80ですからね。すごい。はい、ということで、今回はテレビマガジン限定ウルトラマンアークキューブ、こちらを紹介いたしました。いや、早くアークアライザーに装填してどんな音声が鳴るのか聞いてみたいですね。
そして、まあ、ようやくね、手に入れた、こちらのね、消しゴムも紹介しちゃったんですけど、まあ、入ってきたウルトラマンつながりということで、お許しください。以上、デイケラスでした。それでは、バイバイ。